はい、どうもサンゴ八でございます。ですね、今日はまた新しい商品の紹介をしたいと思います。僕ですね、今もそうなんですけども、チャイニーズヘルメット、これをかぶっておりました。これですね、チャイニーズヘルメット、最低限頭を守るヘルメットなんですけれどもね、こういった感じでかぶってね、ちょこちょこね、今ポダリング出かけておりました。やっぱりでもね、ちゃんとやろうと思うと、こういうね、ヘルメット悪くはないんですが、この心配になる部分ありますよね。特に例えばこけた時とか、本当に守ってくれるのかと。であとね、このちょっとね、若干デザイン的にこれサイドが膨らんでるんですね。サイドが膨らんで真ん中が落ちてるんで、ちょっと頭がキノコになっちゃう、そういうヘルメットなんですね。で、今回僕が購入いたしましたのが、じゃん、RH プラスのヘルメットですね。ここに RH プラス入れますね。これを購入いたしました。かぶってみるとね、こんな感じで、もう本当にすっぽりですね、ぴったり頭にジャストフィットっていう感じで、本当ちゃんと守ってもらってるなっていうのがよくわかります。まあ、実際ね、事故はやってみないとわからないんですけれども、例えばバイクで事故した場合だと、フルフェイス、これをかぶってないとこの辺がね、本当に相当なダメージ受けますんで、自転車の場合そんなにスピードは、ね、バイクに比べると出ないんですけれども、それでもね、やっぱりちゃんとしたものでこういう風にね、しかもセンスよく守りたいものですよね。で、購入したのがこれです。加えて、もう一つ購入いたしました。じゃん、グローブですね。これは、B ボメっていうんですかね、こういうグローブで、ここにパッドがこういう風に2つ入ってて、で、変わった点がこの上の下にね、こう引っ張る、まあ、こう入れた時にグッてやるところがあるんですけれども、で、こうね、グッと引っ張ってこうしっかり、フィットしますと。で、もう一点、こっからね、これが面白いポイントで、ここを引っ張ると2本ね、この線があるんです。紐があるんですね。これを引っ張るとスッと取れると。これどうですか。これはいい買い物ですよ。これはいい買い物したな。 B ボメ、これね、ヘルメット、それからロードの場合だとグローブ、これはね、僕走ってみて分かるんですけど、大事ですね。特にグローブのこのね、隙間がね、ちゃんとしたサイズでないとめり込んでくるんでね、これしっかりね、僕の手に合ったサイズ購入いたしました。この RH プラスのヘルメット、それからこのグローブですね、皆さんもよろしければぜひおすすめ教えてください。以上でした。